アクションのムービン&ロッキンっていう曲を、これもリクエストをいただいてたので解説していきます。まあ結構ね、いろいろフレーズ入ってるんかなと思ったんですけど、だいたいパターン的には同じような感じのフレーズが続いていますっていうことで、割と、簡単に弾けるんじゃないかなと。早弾きはないんで、全てダウンピッキングだけで弾けるような感じのソロが多いんで、まずさっきやったのが頭で、まあ順番にやっていきますけど、まずリフからいきます。これ、後から一番最後に気づいたんですけど、多分半音下げでやってるんで、僕がこれコピーしたのはレギュラーチューニングでコピーしたんで、もし半音下げのギターでやりたいという人はこれを全部、半音ずつ上げて練習してください。すると同じになります。なんでそれ思ったんかいと、最後のアームで終わるんですけど、アームで上がり終わった時の音が E フラットの音だったような気がしたんで、もしかすると半音下げかなと。これと全体的ななんか音の雰囲気も半音下げの雰囲気あるんで、でまあ僕はレギュラーでやってますので、まず D フラットで、で、6弦464で単音でいくと、5弦の21でもう一回2で、これをパワーコードでも、あるいは単音で、歌の中では単音で、このイントロとかのバックはこうパワーコードでやってたような、で最後は F シャープマイナー、まあこれをやります。でギターソロは、最後のあたり聞き取りにくいんでちょっと想像も入ってるんですけど、まずこれ12弦、1弦12チョーキングで、チョークダウン3弦の9で4弦の11、この時にこの曲全体通じてピッキングハーモニクスで弾いてる感じ、まあ完璧にこう出してしまうんじゃなくて、こうちょっとハーフ的な、まあ、全体的にそれをこう絡めていくような感じで、ピッキングハーモニクスは、まあピッキングしたらこの親指の腹を弦に当てるというか、だからこう擦るような感じで、
鳴らすとこによって音が綺麗に出るとことか出ないとことかいろいろあるんですけど、まあこう弦をこうなんピックを短く持って弦に擦り込むような感じで練習していけば、この曲の雰囲気が出ると思います。まあこれ、多分見てもらうしかないんですけど、ここの最後のここはもう聞き取りにくいんで、こう想像で書いてますっていうことで、まあ次 A メロもさっきと同じ、まあこれになります。こんな感じですね、バッキングは、そこにギターがまずこの、4弦の9から10あたりへ、まあ11へスライドやね、11へスライド、これが入って、で次にこのよくあるフレーズ、3弦の11チョーキング、2弦9、1弦9で2弦の12のチョーキング、これが入って、おいでまたさっきの11へスライド、4弦 で次3弦11へ来て、ちょっとチョーキングして戻す、あるいはそのままとか、まあ、こんな感じです。その後ちょっとギターソロがまたあのイントロのリフに戻って入っていきます。これこういう簡単な感じで、4弦11スライドできて、2弦10チョーキングで、チョークダウンして9、3弦の11と10で4弦の11、だからこの辺の音使いがかっこいいというかっていう感じです。次は C メロになります。これがまあこんな感じで、まず D フラットへ向かって1音下からやね、この5弦の2から4へスライド、次に小指で6弦4を押さえて、で5弦の1人差し指、まああと次5弦2でまた4へ戻って5弦3で、今度は6弦0で2フレットへ、これみんなパワーコード単音でもいいと思いますけど、でここがちょっと聞き取りにくかったんですけど、まあ多分こんな感じかなというので、6弦5弦の4、ダブルストップで6弦5弦の4で5弦4弦2これでまた6弦5弦の4今度5弦4弦3これで今度また4に行って、今度5弦4弦の2に戻る、D メロ、まあこれだけですね。まあ普通に6弦の、
2から4へパワーコード G シャープやで2、4、5、5弦2、6弦4で5弦3で最後6弦4のパワーコードまあこんな感じまあ、ギターソロ、まあ、2部構成みたいな感じで、最初のイントロのリフをバックにまあここまでが一つのパターンで、まあ、2弦の10をチョーキングこれ長くチョーキングしてダウンしてきて3弦の10から11で11チョーキング9をちょっとチョーキングこの時もまあピッキングハーモニクスで4弦11次が5弦11 4弦10 10 5弦11まあ、全部ダウンでハーモニクス入れながらやる感じで、で次が5弦9、7プリングで6弦9これでまた5弦9、7で次が聞き取りにくかったんですけど僕が大体でこういう風に入れました、6弦9、7、9で5弦7、6弦9、5弦75弦の9から7へプリングして6弦9で次が5弦9、7プリングで6弦9で5弦9、7次がまたこのこれを2回やります。3弦11チョーキングで2弦の9、1弦9これを2回で12弦12チョーキングダウンしてきて3弦9で4弦11、まあ、これまでここまでが一つの A パターンみたいな感じで次コードが変わってコードが E こういう E で E フラットで B で次 D で D フラットで A また Eこういうパターンに今度変わります。これ3弦911 11チョーキングで2弦の123弦11チョークダウン9、8ここでアームもう一回同じようなフレーズを1音下げてで今度6で終わってここでコードが A なんで A マイナーのフレーズみたいな感じで、3弦の7のチョーキングで1弦2弦の5をこれ2本入ってる確かで1本は弾いてます。それでもう1本がっていったところでまたさっきのフレーズが入ってきます。で今度は8で終わったら、4弦の9と絡めて、次3弦9で4弦9今度3弦11、9、8で4弦9
もう一回このフレーズ D のところで一音下げて、最後はトリル、それでまあこれ最後はこれで締めるということで、4弦9、2回3弦8、4弦9で3弦9、4弦9、3弦11、2回4弦9、3弦9、4弦9、3弦8、で2弦7、また4弦9、2弦9、4弦9、2弦10、4弦9、2弦9、4弦9みたいな。で最後2弦7と10のトリル、まあアームを使って、でこっからリフが D フラットのリフで、ロックンロール系のリフで D フラットのパワーコードを押さえて、3弦の6が6と8、また ABC まで ABC 繰り返して、で E ってしたんですけど、 D メロのところがちょっと変わって、こういきます。最初は、だったんですけど、これがただあるだけです。まあこれ多分見といて、まず4弦11、まあこんな感じの終わりなんですけど、まず4弦11、次が6弦ここ、これもこうピッキングハーモニクスが肝な感じの、6弦9で5弦が8、9、10、11で4弦9、この4弦9のところちょっとこう、鳴らすとこによって音変わりますけど、まあこんな感じでハーモニクスで、で次が5弦11と4弦9、2回こうでした。で3弦11チョーキング、9チョーキング、4弦11、この時もこうハーモニックスで、で2弦10チョーキング、チョークダウンして、3弦の11チョーキング下ろす、10、4弦11で、6弦のもう一本のギターでこう入ってきて、あともう B で B フラット、これを3回ずつ、3回ずつを2回繰り返して、最後 B で終わる。でここでアームダウンで、6弦の1と4をこういうのがあります。でここでアームで、最後まあみたいな感じで終わりですね。ということで以上になります。